諏訪よりみつは、戦国時代の武将。信濃の戦国大名諏訪氏の当主。諏訪聖満の子で、諏訪より主家の祖父。諏訪聖満の次男。文明15年1月8日、一族の諏訪次は、金指置春、高藤次州の反乱によって、父の聖満と兄の宮若丸を殺されたため、10歳で家督を相続した。成長して、永称15年に、 金沢沖春の子、正春を、萩宗要害に攻めて、海に追放し、高遠次州の子、来次を降伏させて、諏訪地方一帯を統一し、さらに、正春を助ける海の武田信虎とも戦う。協禄元年には、国境の神戸境川において、信虎勢を撃破し、積極的に両国を拡大していった。このように、諏訪市の最盛期を築き上げた、来光は、 すわし中高の祖と言われた。協力三年四月十八日、着難の頼高が、来蜜に先立って三十一歳で急死し、天文三年には、着村の頼重に家督を譲って出家して、平雲祭と名乗る。協力四年には、甲斐の国人領主らを講演した河原編合戦で、敗退しており、天文4年には、信虎と和睦する。信虎の娘を頼重に知わせ。 共に、小笠原町を胸を攻めた。天文8年11月、背中に生じた腫瘍の悪化によって67歳で病死した。諏訪氏が武田晴信によって滅ぼされるわずか2年半ほど前のことであった。上原状況上居城跡の石碑。ありがとうございます。